2015年、ラリーメキシコは、メキシコのグアナフアト州で開催される、世界ラリー選手権の一戦。コロナビールが、冠スポンサーを務める。グアナフアトの地下道を走行する、ラリーカー1979年に、ラリーアメリカとしてスタート。2002年から名称を変更し、2004年より、WRC に昇格した。 ターマックのモンテカルロ、雪のスウェーデンに続いて行われる WRC シーズン最初のグラベルラリーとして定着している。グラベルラリーの中では高速タイプで乾燥したラフな路面は砂ぼこりが多い。首都メキシコシティから北西 400km に位置するグアナフラト州最大の都市レオン周辺で開催される。世界遺産に指定されている。 グアナフアと市街地で行われるスーパー SS では、かつて栄えた銀行産の地下道も走行する。メキシコ中央高原の標高2000メートル以上、最高で2700メートルを超える山地や平野がステージとなる。エンジニーの吸気が薄く、1.6リッターターボでは、およそ1、4のパフォーマンスが失われ、高地順応セッティングが必要となる。また、いてつくモンテカルロ、 スウェーデンの2000から一転して3月のメキシコは気温30度前後の暑さとの戦いにもなる。早々高距離に占める SS の割合が高く2016年には WRC では1986年のツールドコルス以来となる50マイルの超ロングステージが用意された。サービスパークの屋内設置。 コンパクトなルート設定といったらリー運営のトレンドの先駆けとなった。2020年は新型コロナウイルスの影響により最終日の SS を全て中止となった。ありがとうございます。